タイトルカード、仲間割れは、トムとジェリーの作品の一つ。1946年6月29日公開。トムとジェリーは相変わらずのように追いかけっこをしていたが、トムは一枚上手のジェリーに散々にやられてしまう。ゴーを煮やしたトムは電話帳を探ってみると、ある広告が目に留まった。ネズミ大事なら、エイジャックス、お電話一本で、おしまい。早速電話をかけ、 プロ業者のブッチを呼んだ。現れたブッチは、まずカバンからナットを取り出し、チーズのような色柄にデコレーションする。最後に、チーズの香りを振りかければ、寸分違わない偽チーズの完成だ。ブッチがそれを、ジェリーの巣穴に放り込んだところ、ジェリーは大喜びでそれを飲み込んだ。あとは強力な磁石で、鉄の塊を飲み込んだジェリーを吸い出して捕らえ、長菜で叩き切って、成敗のはずが、 トムの尻尾を切断してしまった。こうして、プロも穴取りがたき、強敵ネズミ駆除をめぐるドタバタが始まった。そのうちにトムとブッチは、ジェリーの巣穴に手を入れて、取り合いを始めるが、その際にトムはブッチを無理やり引き出してしまう。ブッチは引きずり出された上に、瓦礫の下敷きになり、未だジェリーをとっちめたつもりでいるトムに散々殴られる、始末。 仕事の足を引っ張り続けるマヌケなお客にうんざりした、ブッチは、ネズミ駆除を改め、猫駆除業者と名乗り出し、鉄砲でトムを打ち始めるのだった。ありがとうございます。